すでに早く選手とこのような契約を締結できたことをとても光栄に思います。アベバを通して多くの方に堤選手の活躍や成長する姿をお届けするとともに、今回の契約を機に大会周期にとどまらず将来の世界王者を目指してしのぎを削る若者たちへサポートにも力を入れたいと思っております。これからもアベバとして国士の盛り上がりにより貢献できるよう尽力してまいります。まだ2戦しかしてない自分なんですけど、この度こうやってアベバさんとスポンサー契約をさせていただけるっていうことは本当に自分としても光栄だと思いますし、より気が引き締まると思います。期待を裏切らないように、これから自分も成長していってよりいい試合を皆さんに見せできるように頑張りたいなと思いました。1人目ということで本当に格闘家として光栄ですし、今回はすごいいいチャンスだと思うので、このチャンスを逃さず光栄にしたいと思います。